あと1本、残り228枚あるよ、マジであるよ。なんだよこの実戦、ジャグラーから始まって運命の一撃勝負。はい、入場です。おはようございます。ジャグラーでもいっか、ジャグラー見よう、じっくり探そう。お、あんちゃん。はい、ではね、昨日へこんでいるアイムジャグラーからいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キバラスです。本日は兵庫県姫路市にございますフェニックスプレイブランド姫路駅前店にてワラスの俺打ち。俺打ちとは、俺湯の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取った機種はアイムジャグラー。いつぶりかわからないね。コンパスの抽選死んじゃったんで、つつましくジャグラーから攻めていきたいと思います。よろしくお願いします。へこみ台、ここでバカみたいに超回んねパチンコ打たないのが2024年のワラス。限界パチンコ打ってまとめサイトに乗るのはもううんざり。誰も得しない、ちゃんと向き合う。ただこの店はスロット台数200台しかないんだけど、設定の入り方が段違いなんで設定期待できるから。ちなみに抽選参加人数は朝確認した感じ、スロット200台に対して1000人近くのオンライン抽選の応募があった。それだけこの辺の関西のスロプロはこの店を意識している、まあ、だから今日はね、わらしべ作戦だね。上のアイムジャグラーから始まるわらしべ実践、給料日前のサラリーマン、大学生に向けた立ち回り実践だね。やっぱり昨今はね、スマスロ、しかもさ、何万も5万10万使ってやっと上位をつかむみたいな、ああいうスマスロに疲弊してる方多いと思う。ちなみに僕もなんかね、カメラ回してるから金ぶち込みまくって上位にぶち込むのが正義っていう謎の正義があったんだけど、言い訳意味ない。ちゃんとね、人のためになるパチスロ実践動画撮りたいと思います。ぼちぼちだと思うんだよね。このやっぱ朝一楽しいよね。いくらでペカるのか、先ペカか後ペカか、チェリー重複か単独か、ワクワクするんだよな。もうね、朝一プレミア来ようもんなら悶絶ですよ。はい、朝一ね、6000円目が入ると少し嫌な気持ちになっちゃうね。もう朝一ジャグラーなんだから1万円使うつもりないんだから。なるほどね、俺らもう完全に終わりましたね。朝一300ハマったらもう終わりっすもんね。やっちゃったね、これもう島全体的にも期待ができないし、個人収支的にもやっちゃいけない並び300超え。決して出率が高い機種でもないんで、朝一いかに投資を抑えるかっていう、そういう環境で朝一300ハマり、これ1万円使っちゃうね。朝傘買わない節約をしたことが本当に無駄って感じるわ。嘘でもいいからそれっぽい挙動をしてほしいんだけど、もう当たらないことが一番最悪。まあ朝一どんな風にペカるかもう楽しみではないよ。どんなにブサイクでもいいからレギュラー引かずにビッグだけをただ引いてほしい。339ゲーム、投資9000円。いや待って、いざペカると嬉しい、悔しいね。
オーケー、なんとか耐えました。やめるよね、1万円以内で遊びたいのにアホくさいよね。懸命ですわ。もう隣の方のアイムジャグラー朝一480にハマってやめという、いやそうなんよ、正しいよ。ジャグラーの設定に淡い期待抱くのマジで無駄。お分かりいただけただろうか。もう隣の方のアイムジャグラー朝一480にハマって朝一480。危ない、残りわずかなコインでした。177ゲーム、オッケー、ビッグでお願いいたします。レギュラー、はい、オッケー。ベルはねえか。はい、恐れていたことが起きました。2万円目、ちょっとこれだけは避けたかったね。うーわ、ちょうど1000ゲーム、はい、275ゲーム、ビッグでございます。ジャグラーにおける一番のオカルトって設定判別なんですよ。いかに連続してビッグを引くか。僕はねビッグ以外数えません。今日3回目のビッグです。連続してビッグを引けばいい、設定判別なんていらない。はい、気持ちいい。はい、完璧なのろしが上がりました。5ゲーム別格、たまらん。ビッグ以外いらねえからな、ここにビタ落ちてないんだよな。はい、気持ちよかばい、最高ばい。5ゲームビッグ、はい、上位ジャグレン入っていると思うんでご期待ください。いきます。我慢したもんな、ここまでね。さっき1000ゲームでビッグ2、レギュラー2って最低な数字だったから。さあ今回何連続でビッグを引けるでしょう。早いね、やっぱもう上位ジャグレン JJ 入ってるわ。107ゲーム、おそらくビッグ、それオッケー、まくれんぞ。 JJ に入ったんでまくるまでいっちまうんだろうな。次早めのビッグでまくり、早すぎる。これもうビッグで完全なるまくり、完全なる JJ だね。右ビタいきます。あー、これもビタ早かった気がする。ポジティブにビッグ勝負、オッケー、書き換えた。はい、まくりでございます。完璧だな、この JJ 取り切って大移動したいと思います。結構潜ったね。484、大丈夫かな、ちゃんとビッグだよな。レギュラーだった瞬間にもう JJ ではない。いやー、オッケー、あぶねー。はい、50ゲーム以内にペカらなければやめます。やめ時を見失うと良くない。我々はもう当たり前に1を打っていると思って、もう上位弱点じゃない感じた瞬間にやめた方がいい。はい、今50ゲームになったんですが打ちます。なんでかっていうと今ビッグ5連チャン中なんですよ。どこまでこのビッグ連チャン伸びるか見てみたい。レギュラー引いた瞬間に終えます。いいね、73ゲーム追ってよかった。ナイス、ブドウ抜き抜き抜き、オッケー、6連チャン目です。止まりませんこのビッグ。ちなみにさっきめっちゃハマったけど
これで投資分追いついております。ビッグ引ける人間は基本的に負けないんだよね、ジャグラーは。よし、ほぼトントン。あとはこのビッグ何連チャンするか、いきます。よし、早い。59ゲームビッグ賞、うわー、レギュラー抽選してるんだ。やめざるを得ないか。あの50ゲームだけ打たせてください。ここまでかな。はい、50ゲームぴったりだね。上か下かわからないんですけど、このレベルで叩ける若手がね、育てばいいかなと思います。一応プラマイゼロのはず、若干のプラスかな。台探してきます。はい、ではね、台移動してまいりましたのがスマスロ北斗の剣。こういう台だね。まさに地獄だね。地獄の剣だ。空き台がほぼないわ。おそらく兵庫で一番稼働率高いんじゃねえかなってぐらいやばい、まあ、この地獄の剣なんですけど、ジャグラーはビッグ引ければ勝てる、北斗の剣は BB 伸ばせれば勝てる、そういうこと。もうスマスロ北斗の剣、高設定は散々打ってきました。しかし追い求めてるのは設定ではない、 BB ロングラン。僕の最高連チャン知ってますか皆さん。94、5連してます。じゃあその時設定あったのかって聞かれたら、なかった。設定ではない、 BB を伸ばしたもん勝ち、まあ、だから自分がやれる日かやれない日か、そっちの判別のが大事。はい、チャンス目で当たりました。748ゲームちょっとやばくない、なんでこんな時間かかったん。いきます、ノリ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 、もう1回で決めよう。この赤7青オーラをなんとかします。引きだけで初当たり確率800分の1とかやばすぎでしょ。ここまでのハマり、集団チェリー1回もありませんでした。このためさすがにこれやばい。やばいでしょ。どんなに徘徊してもこのクソの北斗の剣よりもやばい台しかない。ジャグラーとかもうジャグラーじゃまくれないもんな。打つわ。マジ？ケンちゃんナイス、一発で仕留めてくれたか。ふんふん、キュピー。はい、60ゲーム。よし、7球以上でしょう。ここだ、ここ伸ばして北斗の剣の投資部まくろう。一番綺麗、頼むぞ、うん、よし、嬉しい。いやー、そうだよな、継続動向 79% 以上じゃい、気持ちいい。4万4000円投資で700枚持ってるから、あと1000枚ぐらい行こう。いけるいける、いいね、美しい。おお、マジ、あんなん油断レバーオンじゃもう1回で決めないと。いけ、中押し、いって、いってくれたわ。シャオもしてるわ、大事だな。もうこんなチャンス来ねえぞ今。引け引け、中チレイだな、絶対レイが攻めた方がいいもんね。これじゃあな、これじゃあよ、あはおよ、頼むよ、空気読むよ、消えろ、消えない、刺激ガッ
遊びじゃねえぞ。オッケー、嬉しすぎんだろマジ。これ決めれば勝てるな。姫路中のスロッターが今注目しています。この無双転生チャンス、アイムジャグラーから始まったこの実戦、ここがピークでしょう。いきます。しばらく通してないから、あ、はい、はい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 、マジ、おい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 、マジかよこれ。いくぞ、水弱水ね、あ、押せれ、いって、もう無理、もう無理、あるよ、うわ500枚、はすごくない、こんなレア子役操っちゃう YouTuber いる、俺しかいないんじゃない、いくよ、はい、なんで角なん、関係なくいけ、はっ、はっ、これそれ、おお滑る、いやみんな無理じゃんって思ってんじゃん、いけっから、3ゲームもありゃ、ほれ、もうこんなチャンスもらえないわ、終わったわ今日の実戦、お疲れ様でした。あとは消化試合です。あれだけレア子役引いてダメなの、もうみんな帰ってく帰ってく。まずは愛を取り戻す。どうしたケンシロウ、さっきので終わっちまったか投手は。そんなことねえよな、あーこれやばいぞ、おっし、危ない危ない、はあ、マジこれもうこんなパンチなんかで倒れるような貧弱なケンシロウいらないわ、マジで、マジマジかよこれ、最悪だ、あそこ仕留めないからだ、ほんと最悪、ダメだ今日もう BB できない日、やっぱ台探そう。はい、台移動してまいりましたのがカラクリサーカスでございます。地獄のカラクリサーカスでございます。深い深い深淵に達しております。もうこの台に関してはスペックだね。打っていきます。北斗の剣からは716枚、この716枚でなんとかしたい。いきます。ちょうどね、目の前で会いたいんよな。普通さ、朝一の台がダメで、で、まだマシかなって台に移動して、で、ね、長い時間ホールにいたことによって、最終的にいい騎士を打つっていう、それがまあ普通じゃん？理由がある台を打つみたいな。今日ね、逆行してるね。より悪い台を打つみたいな。でもね、皆さん、スペックを理解した上での立ち回りなんで、有力感が遠い、ベンデッタ、ゼニガタ4みたいな、そういう騎士は移動してダメね。天然とかダメね。まあ、その辺はね、ちゃんと理解した方がいい。今日はね、オカルトからリアルまで、いろいろね、詰め込んだそういう動画になってる。ああいうスマスロに疲弊してる方多いと思う。投資5万7000円。え、ジャグラーから始まったこの実戦。そんな投資いっちゃう？おかしいだろ。もう頼むよ、誰はオカブライ342ゲーム
もうこの1回のチャンスで何とかして終わり、やります。もう今日の最後の AT です。来てる前、回す50枚でもいいよ。止まる、今なら止まる。よし、オッケー、降格。もう一家さんと来た、今日でしょう、チャンス目。よし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 、20、劇場ジャッジ当選、ギリギリ間に合った。いきます、劇場ジャッジ。はじめもうミス許されない、もうチャンスないよ。くや、なんとも言えないじゃんこんなの。気持ちよかばい。よし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 、今の一角か、必殺引いていくと100だよな。OK、 まだあるぞ。また広角で強烈や小役も引けばいい。いいぞ、前ない、めちゃくちゃレバーに力入ってる。まくって終わりてー。150ゲームはギリ踏めるけど、そんな都合よくゲーム数しかかんねえよな。チャンスね、ある。ブリゲッラ期待度 50%、 攻めろマシャル。よし、つないだ、なんとかつないだ、絶対成功だ。邪魔、どうせやマシャル、バカだれ。うわうわうわ、失敗した。お、通常 CC さん、ちょっとだけ回すか。おー、 C じゃん、ちゃんと信じてよかった、ナイス。やり直しましょうか。しかもここ天国選ばれるっていうね、最高の展開。よーし、通常 C いきますね。95ゲーム、次こそは、え、マジ？もう爆速進行で50ゲーム踏めないわ。爆速進行で150ゲーム、36ゲームでちゃったね。びっくりしたね、今これね。あ、こんな早いことあるんだね。もう幕張するしかないよね。怖っ、恐ろしい。これは爆速だったから？よし、よし。いえ。あぶねえ。嬉しい、やばい、嬉しい。これはマジでドラマじゃん。絶対に通す、是が非でも。通せ、 OK、 気持ちいい。100、速攻で引かねえと。走るで100ゲーム踏んで、マジこれ通せば一気に現実的。はあ、マジで緊張する。うわ、引かねえと。通せ、オッケー。間違いに100、間違いに100、飛ばせ、あぶねえ、キス飛ばし。100、なんだこのギリギリの戦い。あと1本、残り228枚。
あるよ、マジであるよ。なんだよこの実戦、ジャグラーから始まって運命の一撃勝負。うーわ、チャンベル走り千枚オーバー、シコシコやっております。しかしそこではない、運命の一撃。ここでチャンベル、あるこれ、あるよ、ないか。いや、カピタン 75% 期待度、これいかなかったらマジキモいよ。いってるいってる、よいしょい、こぎつけたな、マサル。いや、マジ怖いんだけど、これ。いや、もういい加減にしろよ、これ。それ波なしね。面白いね。ベル止まらなければ。やば。何これ。もう午前中との差が激しすぎるよこれ。わあ、頑張ってる。ハーレクイーン倒していくか、本当の運命の一撃。え、謎張ってんやん。はい、200踏むよ、カピタン。来た、マジで来た、最後のチャンス、やりました。残り58枚、もうこれいかんかったらもう諦めつくわ。え、切れそうなんだけど、え、ちょっとやばい、え、頭痛い、待って、あんなん外れるんか、諦めつくかよ。諦められっかよこんなの。いきます、実戦終えます。まあまあまあ、それなりに帰ってきたんでよかったです。はあ、やばかった、あーやばい。はい、ではね、店内状況を取ってエンディングです。1万3000枚出ているからくりサーカス、10万ぶち込んで1万3000枚、もうコンプリートしてほしいわ。今日ピーク3800枚の点線、その隣は6800枚ピーク、その隣は4100枚お持ちで、お、ありがとうございます。一応六角2台聞いております。この台3000枚、この台は2100枚だね、ありがとうございます。六角でしたっけ、あ、この台が六角。お、やっと波つかめそうじゃないですか、頑張ってください。で、今日1万枚出ている花のケージ、バルブレイブ、この台6600枚ピーク、4300枚出ている北斗の剣、金トロが出ている北斗の剣、ありがとうございます。あ、もう5、6あってもおかしくない。はい、こちら3800枚ピーク出ている新鬼2、こちらも2500枚ピーク出ている新鬼2、こちらがピーク3400枚の RE2、 もしかすると用途戦記前代かも。勝ち盛り一箱、勝ち盛り一箱、勝ち盛り一箱半、まあもう上のグラフ縦湯、こちらピーク5000枚弱、素晴らしい。ここの店ね、箱大きいんだよね。モンスターハンターワールドアイスボーン2500枚ピーク、カバネリが勝ち盛り4箱、隣も約2箱あるね。こちらもピーク2300枚、あれ5、6でしたっけ。これが午前中に設定5、6角した番長ゼロ、頑張ってください。グランベルム勝ち盛り2箱、はい、はちゃめちゃやっているオキドキゴールド6600枚出ております、素晴らしい。5000枚出ているオキドキゴールド、素晴らしい。ジャグ連中でわからないけど勝ち盛り1箱半出ているゴーゴージャグラー、はい、アイムジャグラー、こちらね、勝ち盛り2箱、隣も1箱半3200枚ピーク、素晴らしい。このファンキージャグラー2もすごいね、3000枚出ております。
ちゃんと若手のジャグリスト育ってるね。2箱やば、5000枚出ているサエカの、まあ上でしょ。ずっと稼働しているのがギアスなんだけど、どうなんだろう、むずいんだよなこの台な。2000枚、なんか6号機みたいな感じ。3500枚出ているモンキーターン5。はい、お疲れ様でした。実戦終了。はい、といったわけでね、最悪の台から最悪の台に移動する最悪な実戦、趣旨発表いきたいと思います。投資57000円、回収1200枚くらい。そりゃもうそうなるよねっていう実戦でした。ごめんなさい、今回の実戦は反省しております。ジャグダーの設定判別をオカルトって言ったり、どんどん悪い台に移動したりとか、害悪でしかないムーブでした。反省します。ただ皆さんに知っていただきたいことがありまして、いいですか。楽しんだもん勝ちだから。もちろんね、お金のことなんで収支も大事だけど、一番大事なことは楽しむこと、エンジョイスロットプレイ。そんなね、楽しむことを一番の念頭に置いている僕らセブンズ TV のスケジュールはこちら。遊びに来てくれた方には、いや、無双転生チャンスさえ突破できれば全部変わったよな、ひっくり返ったよな、ステッカーをお配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回はです、いやー、頭からケツまで見たけど、なんでこれがオクラ入りしない、ふざけんじゃねえよ、もっとちゃんと引くもん引けよこの野郎。でもさ、あの抽選番号でパチンコに逃げずにスロット打ったオラス、なかなか良かったよって思ってくれた方は、チャンネル登録とグッド、 X のフォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回のご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあねー。